ヒョードル一世は、モスクワロシアのツァーリで、モスクワの流陸町最後の君主。イヴァン4世の産卵、母はザハーリン家出身のアナスタシアル・オマノブナ。私服者の称号で、聖教会で劣勢され、成人となっている。記憶日は1月20日。ヒョードル一世1557年、イヴァン4世が26歳の時に生まれた。幼くして、母と死別。 また生まれつき病弱で軽度の知的障害があった。1580年、当時イヴァン4世の信頼を得ていた、タタールの貴族ボリス・ゴドゥノフの妹イリナ・ゴドゥノバを妻に迎える。翌1581年に、ニーヴァ番が父イヴァン4世に誤って殺害されると思いがけず後継者の地位につけられる。ヒョードル1世とボリス・ゴドゥノフ。その知性はボリスが全権を握っていた。 1584年にイヴァン四世が死ぬと、ヒョードル一世として即位した。ドン川沿いのムラフスキー道を北上して攻撃してくる、クリミア軍や野外オルダ軍に対する防衛力を強化するために、1585年頃に、ドン川の支流ボロネジ川湾のボロネジに、木造の要塞を建設することを命じた。イヴァン四世は遺言書で5人の重臣を摂政に、指名していたが、 この摂政団は、熾烈な権力闘争を展開した。皇帝の義兄ボリスは、1588年までに、大貴族イヴァン・シュイスキーやバシーリー・シュイスキーなどを、失脚させて、政治の全権を握った。摂政ボリスは事実上のツァーリとして、権勢を振るい、外国施設はツァーリの宮廷に施行した後、必ず、ボリスの居所を訪れたという。また、 ボリスはヒョードルをポーランドの国王選挙に出馬させようとしたこともあったが、この計画はうまくいかなかった。ドミトリー一方、ヒョードルは日々の生活をコーヒラとの娯楽やボクシング、祈りの時間にあて、政治には関わらなかった。ヒョードルとイリナの間には子に恵まれず、唯一の子である娘、フェオドーシアも2歳で溶接した。 後継者としては、ヒョードルの年の離れた弟であり、イヴァン4世が7度目の結婚で儲けた息子、ドミトリーが上がった。ただし、教会法は、生涯に3度以上の結婚を指数とみなすため、このイボテイは非着室子扱いで正式な後継者とは、みなされなかった。ドミトリーは1591年、9歳の時に、ウグリチの自邸で喉を切られて死んでいるのが発見され、 ボリスの摂政府は、死因調査の結果事故死と発表したが、定位を狙う彼による暗殺が噂された。ボリス・ゴドゥノフ結局、後継者たる男子のないまま、ヒョードル一世は1598年の年明けに、放御した。彼の死をもって、リューリクの直系子孫は途絶え、リューリク長は断絶した。また後継者の指名もしていなかったため、全国会議が摂政ボリスをツアーリに選出した。 その後、ボリスをはじめとする短命な統治者が、次々と現れては消えてゆく、いわゆる動乱時代に突入し、1610年以降はツアーリが不在という事態にも陥った。1613年に、ヒョードル一世の、オ位であり、母アナスタシアロマノブナの家系であるロマノフ家出身の、ミハイル・ロマノフがツアーリとなり、動乱時代は終結した。ヒョードル一世の共造 AB。ファイ R.U. 高橋康之著ギリシャ正教講談社学術文庫 ISBN 40億6158万50002ありがとうございます